すりこうじのパワートーク、今回は専門家による解説編、行ってみましょうか。キヤノングローバル戦略研究所研究主幹杉山大志です。地球温暖化っていうのは本当のところどうなんだろう、まあ、そういったことをですね、このシリーズでは1件5分で短くでも丁寧に一つずつお話ししていこうと思います。中身はですね、この本にある内容なんですけども、できるだけ分かりやすくお話をしようと思います。台風がですね、最近来る台風は非常に強くなって、過去に前例のない台風だとかですね、そういうことをよく報道があります。特に強い台風が来た直後はですね、台風がどんどん激甚化していると、で、これは地球温暖化のせいであると、そんなような話がよくあります。ではそれは本当なのかということをですね、この表で見てみたいと思います。この表はですね、気象庁のホームページに行けば誰でも見ることのできる表です。で、どういう表なのかというと、台風のですね、強さのランキングになっている。で、何で強さを測っているかっていうと、台風が上陸した時の中心気圧です。で、大体中心気圧が低い台風っていうのは非常に強い台風ということになります。で、このランキングですね、統計取ってる期間が1951年から2019年までなんですけれども、第1位がですね、925ヘクトパスカルで、これがありました。1961年にありましたと。それから第2位が929ヘクトパスカル。これは1959年にありました。それから第3位が930ヘクトパスカル。これは1993年にありました。こういう感じでですね、こうずっと見ていくと。5位がこれ同点で6つあるんですけれども、これ見るとですね、気がつくのはですね、結構昔の台風が多いですね。1960年とか50、61年、59年、50年代と60年代にこのすごく強い台風っていうのは頻発しています。で、割と最近のはどれかっていうとですね、この第3位が1993年、それから第5位が1991年。ところがこの後ですね、このあと30年経ちますけれども、こういうですね、本当に強い台風、相撲で例えれば横綱のような台風ですね、そういうのはなぜか来なくなったと。これはなぜ来なくなったかっていうと、それは自然の変動ですとしか言いようがなくてですね、その本当の理由っていうのはきちんと説明できる人は誰もいません。ただですね、はっきりしているのはですね、そもそもこの台風がその激甚化しているというわけではないと。本当に強い台風はなぜか来なくなったぐらいですと。ということで、ましてですね、地球温暖化のせいで台風がこの激甚化しているなんて、そういうことはないと。ちなみにですね、この上の方はですね、このトップのやつは第二室戸台風と呼ばれるものですね。で、それからその次が伊勢湾台風です。で、もっと昔にはですね、実はもっと強かったんじゃないのかっていうのがあるんですけれども、これはデータが古い、観測の仕方がちょっと古いので参考記録になっている。で、参考記録なんですけども、室戸台風っていうのは 911.6 ヘクトパスカルもあった。これ1934年。それから枕崎台風が 916 ヘクトパスカル、これが1945年と言われています。というわけでですね、地球温暖化のせいで台風が激甚化しているってことはどうやらないようなんですけども、ただですね、かえってこの油断大敵ということがありまして、最近こういう本当に強い台風っていうのは来なくなったもんですから、いつまたですね、この自然が、この自然の気象条件が変わってですね、こういう非常に強力な台風が来るようになるかもしれないと、そういったことに対してはきちんと防災をしなければいけないだろうなと、そういうことになります。